政府が潜水艦に敵基地攻撃能力を備える方針を示した。これによって対地誘導弾の搭載計画が進められることになる。今回は海自潜水艦親潮型に再注目している国が現れました。その内容を詳しく見ていきますね。でも、今後の展開次第でどうなるのわかりません。親潮型で言うと、黒潮の南シナ海偵察任務がよく取り沙汰されていますね。見つからんね。来年2022年3月には、海上自衛隊に、最新鋭の対艇型潜水艦、その一番艦であり、レームシップの対艇が就役する見込みとなっており、親潮型9隻、双竜型12隻と合わせ、当面の目標であった22隻体制が完成する。すでに、対艇型は、2021年10月に、2番艦の枠艇も進水を迎えており、これ、以後も、3番艦から5番艦までが、毎年1隻ずつ、就役してくるものと見られているが、最終的な建造数は、現段階では確定していない。そのため、対艇型の新型艦が、就役を続けた場合に、当面の目標としてきた、潜水艦隊22隻体制を堅持するため、従来のように、親潮型の一部を、練習艦へと艦籍を変更するのか、体制を拡大するのか、今後の対応にも注目が集まっている。個人的には、中期防衛力整備計画で定められた、海上自衛隊の22隻の潜水艦体制を拡充する可能性が高いのではないかと考えているが、それは、やはり、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島防衛力の強化を確かなものとするためである。ちょうど、先頃には、中国海軍の航空母艦艦載機として、現状のスキージャンプ方式だけでなく、今後のカタパルト装備にも対応した J-15 戦闘機の改良版の T 型の写真も、製造元である、新陽飛機工業集団が、公開を始めた。これを受けて、中国系のメディアで、J-15T 戦闘機は、レーダーセンサーの性能は、いわゆる第 4.5 世代機に相当し、兵装としても、中国の最新鋭ステルス戦闘機 J-20 と同様に PL-15 対空ミサイルの実装が可能と喧伝している。この PL-15 対空ミサイルは、2016年頃より実戦配備が開始された長距離空対空ミサイルであり、最高速度マッハ4、最大射程距離 200km とされており、アメリカや日本が持つ AIM-120、アムラームより長射程と見られている。このため、これを実装する J-15T 戦闘機を、中国が航空母艦で運用する状況となれば、従来以上に、アメリカや日本の戦闘機の行動を支える、空中給油機や早期警戒機の活動範囲が狭められる可能性があり、非常に懸念される事態となり得る。こうした中国海軍の航空母艦の行動を抑止するには、日本が持つリソースとしては、潜水艦が最も効果的な兵器の一つと言えそうで、その意味からも、潜水艦隊22隻体制からの拡充は、理にかなった対応策だと見てよいだろう。海上自衛隊の場合、前述のように、ここのところ、ほぼ毎年のように、1隻ずつの新造の潜水艦を配備しているため、親潮型は、前々級にあたり、言葉の上では、旧式な印象もあるかもしれないが、一番艦でも、1998年から、就役を開始した艦だ。実際には、親潮型の 1.2 番艦の2隻は、すでに、練習艦への艦籍変更を行っているため、実戦配備中の艦艇としては、3番艦、渦潮の2000年の就役が、最古のものであり、それでも、来年で、23年目と、まだまだ老朽化しているとまでは言えない。これを象徴するような指摘を、オーストラリアの軍事系シンクタンクの ASPI、オーストラリア戦略政策研究所が行ったことが、
注目を集めており、同研究所は、今後退役する親潮型を同国が入手することを提唱している。2021年9月に、オーストラリアは、アメリカとイギリスと連携、海洋進出を強める中国に対抗するために、オーカスという新たな軍事同盟を締結して、これまで政治的にも困難と思われた原子力潜水艦の調達を打ち出した。このため、アメリカもしくはイギリスの支援を受けて、いずれかの原子力潜水艦を建造することになったオーストラリアが、なぜに、このタイミングで、日本の親潮型潜水艦に着目したのか、疑問にも思えるが、その意図は、既存の潜水艦にあった。オーストラリア海軍は、現在、通常動力型潜水艦として、コリンズ級を6隻保有しているが、1番艦は1996年、6番艦でも、203年就役と、今後、随時、原子力潜水艦を配備するまでの期間を埋めるために、これらに、延命のための、改修工事を施す必要が生じる。オーストラリアが、原子力潜水艦を調達することが可能となるのは、早く、とも2030年代になると見込まれているため、少なくとも、あと10年ほどの期間について、これを埋める潜水艦戦力が必須だとして、白羽の矢を立てたのが、親潮型というわけだ。これは、現行のコリンズ級について、当初より、複数の騒音や故障等を経験してきた、オーストラリアにとって、運用実績が豊富で、信頼性も高いと、おぼしき日本の親潮型が選ばれたとも思えるのだが、決してそれだけでもないようだ。というのも、コリンズ級は、水上排水量3051トン、水中排水量3353トン、全長 77.8 メートル、全幅 7.8 メートルの艦隊で、乗組員数45名となっているが、親潮型は、これよりも、多くの乗組員を必要とする点で、大きく異なる。親潮型は、水上排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル、全幅 8.9 メートルの艦隊であり、全幅こそ、コリンズ級よりも大きいが、他は近似値にもかかわらず、乗組員数は、70名と25名、約 1.5 倍ほども多い。ちなみに、乗組員で見れば、オーストラリアが今後調達する可能性のあるイギリスのトラファルガー級原子力潜水艦は110名、アメリカのバージニア級は134名と、さすがに、両者とも水中排水量で7800トンを超える大型艦だけに多数が必要だ。しかし、むしろ、お怪しいお方のように乗組員数をある程度必要とする潜水艦の方が、現行のコリンズ級と比較して、それよりも、もっと、多数を必要とする、原子力潜水艦の運用に備えて、人員の育成面で、逆に効果的ではないかと提唱されている。海上自衛隊の潜水艦の場合、最新鋭の対外型でも、乗組員は、70名とされており、これは、伝統的に、日本では、消費とかよりも、一定の乗組員数を確保することで、潜水艦の安定運用を目指しているとして、メリットともデメリットとも言われてきた部分だ。あえて、この点を、今後、大規模な原子力潜水艦を調達する予定であるオーストラリアから、一軍事系シンクタンクの意見とはいえ、自国にとって、有益なポイントとして挙げられるとは、かなり意表をついた提言だと思わせられた。今や対外型をはじめ、海上自衛隊の潜水艦は、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機という、ディーゼルエレクトリック方式の通常動力型潜水艦がスタンダードとなりつつなるが、この仕様もまた再注目されるかもしれない。そう、流型の1番艦から10番艦までは、
ディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機に加えて、スターリング機関をも備えた、ハイブリッドな AIP、非待機依存推進だったが、技術的には、これが再評価されることも、面白いのではないだろうか。運用効率上からは、これよりも、リチウムイオンバッテリーによる能力で、十分にカバーが可能だと、判断が下され、現行の方式に落ち着いているわけだが、メカニカルな要素として、個人的には、この仕様も、興味深いものだったと思えるからだ。次世代の通常動力型潜水艦の動力元としては、全固体燃料電池方式が有力視されているが、ドイツや日本が、今後、どのような選択を行うのか、日本が、原子力推進型を採用する可能性は、低いと思われるので、その点も、気になる部分だと言えよう。